アベマボートレースのリニューアルされて、あのこの間スペースになってた。久しぶりに行ったら前まではあの船の上って感じになれたったけど、今日行ったらなんか宇宙の世界観になってました。久しぶりでしたね。2月、ハガレン入る前に1回行って、それからずっとあれだったので、ちょっと2ヶ月ぶり2ヶ月ぶりだね、大体ぶりのクロちゃんでした。私はハガレンのイメージのまま止まってる。あーでも確かにね、そうかもね。あとは最近だとまあさあね、コンサートの準備とかしちゃってるから、なかなかね表ではって感じだけど、まあでもね、新曲の発売が近づいているので、そのプロモーションだとか歌番組だとか、ピラマンも出てるよ。いやーでも今日はすごい寂しかったですね。今日はあの千秋楽っていうことで、私はねやっぱりあの身内なので、最後にみんながこうじゃじゃーんとみんな勢ぞろいして出るっていうのは知ってたから、そうだから今日はとっても悲しかった、寂しかったです。その場に自分が入れなかったっていうのが悲しい。そう、出たかった。そう、雫公園今日が最後だったの。私はね、8人バージョンだったらね、あの純愛のクレッシェンドとそうマリアをねやる予定だったの。でもそれができなくて悲しい。終わっちゃった。だから今日直角サンシャインとかもねみんなやってて、私はそのリハーサルにも参加することができなかったから、レッスン上でもみんながここどうやるのとかさ、メンバー同士で押し合ったりしてたんだけどさ、私はそういう会話にも入れなかったから、なんかそれがすっごい寂しかったですね。で終わった後もさ、集合写真とかさみんなで送り合ってるからさ、うっってなっちゃった。悲しい。だから今日はクロちゃんの番組で47を歌ってました。先にこういう寂しさを練習してるみたい。元気にしてます。あ、でも全然体調とか、毎回春先にすごい風邪ひいちゃったけど、でもねそれからは全然うん調子よくやってる。体調大丈夫だな。あと今日さっきさ知ったんだけどさ、今回のシングルさ、あの全国回るでしょ、数箇所。わーって嬉しいと思ってさ見たらいなくて、それで知った。本田仁美、岡部凛参加しないって書いて、それ見てすごいショックだった。しかもそれをあのみんなと同じタイミングっていうか、自分もネットで見てそれを、え、私出ないんだって、それで知ってめっちゃ悲しかった、ショックだった。
と一緒に行きたかった。ひーちゃんもいないんだね。そんなことあるんだね。だからファンのね、ひーちゃんのファンの人は本当にすっごい悲しいと思うけど、でも私も行けないんだけどさ、でもちょっとそれだけごめんね、ひーちゃんファンには本当申し訳ないけど、ちょっとなんか自分の心で救われた。私一人だったらさ、めっちゃもう寝込んじゃうでもそう、一人でも仲間がいると思ったらほんの少しちょっと、あでも一人じゃないからっていうあれでね、まあでもきっと わかんない、まだちょっと日にちまで見てないからだけど、もしかしたら私も本番で各地に行っちゃってる、まあ、あるいは絶対外せない何かがもしかして入って、私も知らないのはあれだよね。まあ、でもきっとねピーターパンで私も全国回っている時なのかもしれないので、めっちゃショックだったな、悲しい。そう、全部いないの？私いないんでしょ、きっと。こんなことってあるのね。もう最近そういうのずっと続いてるのってまあここ数年ずっとなんだけどね。なんかそれをさ、なんか我慢してる時が一番辛いですね。ねえ違うんだよそう、私が出ませんって言ってるんじゃないのよ、悲しい。でも私もまたね違うところで頑張ってるのでこういうのがね大変。そうでもね、なんか抱えてるものがあるから無責任にこう何でもかんでもやりますって言い切れないっていうか、やめたらやめる人と思われてる、やばいやばいやめないやめない、これでやめてたらフラグ立ちすぎじゃない私、そんなのそんな分かりやすい匂わせしませんけど、いやほんと今日のはちょっとね寂しかったっすね。なんか初めてでもないけど、ああいうさ集合してる絵に自分がいないっていうのは結構来るものがありますね。あ、そうね、そう3人かな今日いなかったの。そうね、ひーちゃんもねいなかったね。まあでもリミスタももう少しであるし、お話し会もあるし、そこでそこでねちょっと寂しい思いを埋めよう。ねえ、だからマリアも絶対この間めちゃめちゃね寂しかった。まあでもその後ね打ち上げして
つないだのみんなで。あのケーキがあって話した時あったじゃない、6日の。ではそうみんなでわーってお疲れ様ってやってる時にさ、テレビえんテレビじゃないんなんて言うんだっけ、動画で電話つなぐやつで、そうそうそう、今日は無理よ私、うん、わかんない、その後みんな一緒にいたかわかんないけど、私も本あの出てたの、生放送出ちゃってたのでそれはできなかったけど、あ終わりにしなきゃ、そう明日もまた一日ちょっといろんなことをするバタバタする一日なので、その寝る準備をしたいと思います。じゃあね、頑張ってきます。まあみんなにはね、あのリミスタでも会えるし、あとはコンサートでもちろんね、29日と30日のコンサートでみんなに会えるので、うん頑張ってきます。じゃあね、バイバーイ、おやすみなさーい。